年齢は22歳です。いないです。1年半とかです。束縛？相手の帰る時間遅いとか飲みに行く頻度が多いとかですかね。12時回ったら連絡がすごい来るみたいな。いや、ないんですけど、多分相手がお酒飲まない人だったんで、多分飲みに行くのが嫌だったみたいな。優しい気遣いができるくらい例えばじゃあご飯屋さん行ってて女の子が寒そうにしてたりとかしたら店員さんに言ってブランケットくれるとか、そういう感じですかねその場で必死になってその時にガツガツしてくる人、あんまり時間をかけないで女の子と関係を築こうとしてる人は余裕ないなって思います。やっぱり時間かけることじゃないですかね。何回かご飯誘ったりとかして、で女の子もこの人だったら別に行ってもいいかなって思うぐらい時間をかけた方がいいと思います。3回目ぐらいでこの人とだったら嫌だなって思ったら、多分そもそもご飯にすら行かない気がします。最後までしたら浮気だと思います。まあでも1回までなら1回までだったら興味本位というか遊び本位というか、じゃあもしかしたら酔っ払っちゃったかもしれないし、だけど2回目ってもう意思があるじゃないですか、はダメだよっていう。ずっと怪しいなって思ってて、でいきなり家に行ってみたんですよ。デパートのあの試供品、化粧品とか買うとなんかちっちゃい試供品がもらえて、でゴミ箱漁ったらその試供品があったんで、あ、黒だなと思ってっていうのがあります。でしばらく黙ってたんですけど、なんかもう別にこの人と一緒にいたくないなと思って、で携帯見てもう完全黒だったから、その試供品のも私取っといたんですよ、ずっと。でこれ何ってまず聞いて、で問い詰めて別れました。あります。会えてなかったんですよ全然。で私会わないと冷めるんですよ。で冷めて、でちょうど誘ってきてた人がいたんで遊んでって感じです。お友達です。その人は好きだったけど付き合わなかった人だったんですよ。付き合うのは違うなみたいな人で、でその人からまた普通に誘われてたから、まあ遊んでみようと思って付き合ってないです。よかったです私真面目な人が好きなんですよ、こう見えてだからなんかその人は一緒にいて楽しいし、なんかすごいそういうのも良かったんですけど、付き合うには不真面目すぎるなっていう全然ありだと思います。別にそれで関係があって遊ばれたらまあそれまでだし、でそれで本気になったらまあ相性もいいし、まあウィンウィンちゃんみたいな感じです。相性はもう中ですかね。私が嫌なのはレロンレロン系は嫌です。好きなやつは、ね、言葉でうまく説明ができないです。硬さ、太いのは痛いですよ。長すぎても痛そう。消去法で硬さかなっていう。15歳です。彼氏でした。じゃないです。向こうの家で段階を経て、なんか最初しようとしたんですけど私が痛くて無理でっていうのを2回3回して、で3回目でみたいなしてました。下着とかもそうだし、ムダ毛の処理とかをしてきました。ガシガシしてくる人はやめた方がいいと思います。
女優さんが言ってたのが、まず最初にいきなり動かすんじゃなくて、3秒とか4秒とか停止させるんですよ、そこで。で、停止させてからゆっくり動かすといいらしいです。シンプルに可愛いねとか、そういうのがいいと思います。甘い言葉系を言われたい思います。5分強10分弱、15分は嫌かもしれない。なんか本当にそれが良ければいいけど、まあ、多分女の子若干演技してる部分もあると思うんですよ。の演技力が持つのが10分からだったら早くしてほしいなっていう。好きです、してくれたからみたいな、お返しみたいな感じです。よくなってねって、よくなれって感じです。いや、聞かないです。反応見たりはするけど、あんまり喋るのが恥ずかしい。嬉しいです。愛情がないと、まあ、そういうのできないと思うので、まあしてくれた方が嬉しいなっていう。私は断然口ですの方が痛くないのと良くなるので、口の方が好きです。それが一番好きです。両方の方が高まりやすくなります。トリプルでもいいです。でもなんかトリプルだと大変そうだなって思っちゃう。はないです。普通のやつが好きです。一番密着度が高い気がするんで、イチャイチャした感じが好きなので、密着が多いのが好きです。付き合ったばっかりの時は週4で、落ち着いてきたら週1がいいです。違うと思います。月に2回とかブルブルです。17?8 とかです。その時付き合ってた人にしてみてって言われて、でそれがきっかけです。ビデオです。あれしか見ないんですよ、あの女の人同士見てて綺麗。そこに男の人別に登場しなくてよくて、見てる分には美しいものを見ていたいので、その女の人同士のが好きです。5回しました。もう後半嫌でした。またみたいな感じでした。朝するのが苦手で、まず明るいのと匂いが気になってチューができないです。夜の方がいいです。暗くて気にしなくていいので集中できます。2回くらいしたら爆睡できるのでちゃんとぐっすり寝れるので、1回だと物足りないなって思っちゃいます。8人とか10人とかそんくらいです。5人くらいです。飲み会で知り合ったとかそんな感じですかね。タイプだったとか、友とから知り合いでちょっといいなって思ってたりとか、そんな感じです。いや、続いた人もいます。一緒にいる楽さですかね、居心地の良さです。それはお互いのあれじゃないですか。なんか私がいいなって思っても向こうがダメだったっていうのもあるし、向こうがいいなって思っても私がそれこそじゃあ不真面目だなとか、まあそういうのもあるじゃないですか。っていう
の束縛の人は嫌でしたね。他付き合った人とかは全部まあ楽しい思い出をありがとうって思えるんですけど、その人は本当時間の無駄だったなって思います。すぐ逃げてすぐ別れてですかね。チャンネル登録お願いします。